年月日、1987年5月2日。没年月日、2011年5月12日。職業、タレント。事件、東京都目黒区のマンション自室で交際中の一般男性と過ごしていたが、2時間ほど一人にしてほしい、と男性を外出させた。その後、外出先の男性の携帯電話に塩ほのめかすメールが着信し、折り返し電話をかけても彼女が出なかったため、男性が上原宅に向かうと、自室のドアにスカーフとベルトで首を吊っており、5月12日午前3時37分に病院で死亡が確認された。謎のメモ、所持品の手帳には、お母さんが死んで辛い。このままのスタイルで仕事して先行きどうなるか、というメモが残されていたが、これとは別に解読不明の殴り書きのようなメモ、写真、を残している。メモには、はやぶさ床急行手段、と記されているが、みゆうさんの出身地である種子島に森の中の小屋に同じメッセージ、はやぶさ床急行手段、が残されており、謎を深めている。このメモの画像に関して、漫画家の赤星民子さんが自身の父が亡くなる直前に書いたものだと明かし、注意を呼びかけた。これは赤星さんが2008年10月31日付のブログで公開したもの。3年前、当時、に亡くなった父がその12時間ほど前に書き残したもので、赤星さんはその困難な解読の協力をファンに求めていた。AV 監督村西徹の告白、命を落とされた上原理由様の男も、今や芸能界の悪の権化と化した、なんとか連合、の幹部でございます。先頃エビ様が伊藤理音受刑者に殴られた現場にいた、エビ様と相対していた張本人でございます。一部のマスコミ報道でみゆう様と死の2時間前まで一緒にいて、みゆう様の首吊り死体を発見した、某飲食店に勤める黒服の恋人、と称されている男でございます。この男の正体は某飲食店に勤める黒服の恋人、などではなくみゆう様が所属するプロダクションのトップの男でございます。そしてバリバリの、なんとか連合、の元幹部でもございます。かねてからみゆう様は働いても働いても食うだけが精一杯のギャラのその安さに心底疲れて芸能界で活動することに絶望していました。先に天国に行ったお母さんの元へ行きたいと思い詰めていたのでした。そして人手なしの野郎が監視の目を離した隙に首を吊ってお母様の元に旅立たれたのでございます。報道ではみゆう様の手書きの遺書が残されていて、それが何を書いていたかわからないほどに乱れていた、とあたかもみゆう様が心を病んでいたかのような状況証拠が伝えられておりますが、捏造、でございます。立ち会っていた男がみゆう様の心身喪失として遺書をごまかすために現場を作り上げたのでございます。引用、村西徹のブログ。某芸能プロダクションは村西徹に対して、名誉毀損の訴えを提起していたが、第一審は勝訴している。現在村西側は控訴している。